どうもです。最高ヤママソイ。さあ、本日はですね、メダルゲームやりに来ました。今日はモーリーさんでね、モーリーファンタジーさんで遊ばせてもらうんですけど、はいはい、大好きなんですよ。学生時代とかね、あの人生の何パーかをゲームに使ってます、我々。いや、今日やりたい企画、早速発表します。はい、英語禁止メダルゲーム。英語禁止？メダルって言えねえじゃん。そうなんです。メダルもゲームも言えません、今日。どういうこと？どうすんの？今日遊ぶ機会、うん、桃太郎電鉄のメダルゲーム。電鉄のメダルゲームがあるんですよ。楽しそう。貸し切りでやらせてもらうんですけど、各チーム、最初500枚にしましょうか。500枚ずつ持ちメダルを持って、まあ、それも後に追加できるんですけど、はい、普通にメダルゲームします。はいはいはい、制限時間内の一番最後でメダルをより多く持ってた方が、うんうん、勝ちのゲームやる。なるほど、はい、ただ、英語禁止でやります。英語もし言っちゃったら叩かれるのが定番のやつだよな。なんですけど、うん、今日は英語を言ってしまった場合、一回言うたびに相手チームに50枚渡してください。え、大きいね、50枚、まあ、最初のメダルで言うと 10% 失います。なるほどね。メダルはなんていう鉄の塊だよ。銀まあ、そういう感じでどうしてもね、うん、やっぱメダルゲームやってる人出るんすよ。出るだろ。いや、ちょっとむずいかなと思って。桃鉄やるんでしょ。桃鉄やります。桃鉄のなんかアルファベットが多いぞまあそれはやってからお楽しみなんですけど、はい、まあまあきつい。いや、やばいでしょ。ただやっぱ好きなメダルゲームなんで、うん、はい、全力で楽しんでください。はい、はい、まあ、メダルが仮に500枚なくなってしまったら、はい、追加分またさらに500枚加わるんで、はい、その時は言ってください。わかりました。ちょっと一回あっち行ってみましょうか。はい、はい、すごくない？いや、これもテンション上がるわ。見てよ、ほらゴールデン汽車走ってる。ゴールデン汽車おい、ゴールデン言うな。桃鉄のゲームがメダルでできるってやつなんですね。すげーな。早速やっていこうと思うんですが、はい、一応ね、今回この右と左の台を使います。はい、桃鉄って目的地に着いたらお金もらえるゲームなんですけど、はいはい、これ左側の方が目的地近くて、右側の方が目的地遠いんだけど賞金がでかいのよ。うん、で今回制限時間一旦1時間でいきます。はいはい、でちょっとなんかもうちょっとやりてえなってことだったら延長もできます。ああそうだ。ゴールについて何が起こるか俺たちまだ分かってないから。そうかそうか。そう、普通の桃鉄だったら新しくまたゴールが設定されてっていうのが定番だけど、そう、両者ともに目的地が違うから、うん、各チームじゃんけんして好きな方を選んでください。じゃんけんじゃんけんはい、こうでしょ。だからさ、桃鉄もやったことない。そうだろ。これ正直なこと言うと俺もない。桃鉄ないの？ないんですよ。桃鉄の魅力語らせて。はい、俺とネル夏休みになるために99年に設定してやったんだよね。99年。このゲームを遊べるマックスやん。マックスやん、うん、1ヶ月ぐらいかかるんです。はいはい、毎日コツコツやってた。それを俺は当時ネルとやったし、大人になってからもう普通のほど99年1回やってるから。はぁ、いや本当にやってほしい。かなりシリーズあるよ。いやマジでね。だよね。長いんですよ歴史が。いやずっと気になってはいた。坂尾さん、どっちの台ですか？これ結構かかってくる。142億っていうなんかとんでもない記録があるから、こっち行こう。大金狙いで。うん、だから俺は距離よりも大金を取りました。お前でも俺あと10マスで105億で、目の前に100億だよ。99年プレイヤーがちょっと絶対に絶対そうだよな。絶対そうだよ。じゃあ右行きましょうということで、英語禁止桃鉄メダルゲームやっていきましょう。スペシャル。じゃあやっていきましょう。じゃあここから英語禁止ですからね。スタメンだから頭使えそう。マジか。英語禁止桃太郎電鉄メダルゲーム開始。じゃあ遊んでいいですよ。開始。開始メダルゲームを、ね、銀貨をね打ち込んでいただいて、俺までの財をねどんどんね、銀を入れるとこういう風に横から銀が出てきます。これを押し出してこの下のサイを振っていく遊びです、はい、このサイで押して行きます。お、20勝ち2。こうやって進むのね。そう、俺たちもどんどん最後出てくる。最後あ、やった。これはもう天使の髪。めっちゃお金もらえるんだよ。これ強い強い、これ強い。15億もらったよ。40億勝ち。なるほど、1億1枚なんだ。そう、いった。髪がもらえる駅です。天使が変な動きしてます、ね、これ大事大事。これ成長、これめっちゃでかい、これめっちゃでかい。すっげえ金くれんの。そうなん。あ、ついた。こっち到着した。ついたよ。
金列車が。どうなるんだろうね。あ、行ける。はい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 、目的地到着。え、すごい。到着。なるほど。何て書いてあるの。すごい抽選。目的地到着、すごい抽選です。なんだなんだなんだ、何入れる。あ、2個言った。はい、100万。成長と上昇を言った。うわー、これ100万いけんの。手作業。で、あとあの、あ、なんだ、器拡大、超拡大。大当たり確定って今言ってた。何が大きいの。倍食べて物が、物が出てくる。分かってるよ。あ、なんかすごいパパすごくない。これ514枚ってことだよね。514枚勝ち。あとほら、魔人登場。あ、魔人ね。魔人登場。 あいつの名前ってさ、え、え、ボンビーは大丈夫だよ。大丈夫。え、この列車すごいんじゃない。来た来た来た。ビロ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 。やばいよ。私のメタル分全然起きられたんじゃないか。今行ったわ。おい、やばいやばい。150枚じゃねえかよ。514枚当たったのに。銀を数える器。これは全然最後。なんか落ちてきた。ボンビー玉出てきた。え、すげえの出てきたね。どう。終わったんだけど、これはさっき大当たりしたんだな。あ、なんか来た、なんか来た。神神神神神。これ多分もう一回遊べる神じゃない。もう一回遊べる神。もう一回遊べる神。もう一回遊べる神。来た来た来た。噛んでた。上昇上昇上昇。調子調子調子上昇。あ、いいよ。もう強い。まあ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 、さっき蓄えた貯蓄がありますからね。160枚勝ち。頼むよ、目的地。任せろ。いいね、目的地。また目的地。ギーやったー。今から隣に100枚献上してきます。はい、100枚でけー。150枚もらいました。目的地到着。ご褒美、ご褒美抽選。あ、上昇。ちゃんと5以外な。うわー、上昇。上昇。6。これ1、2、4、6で上昇。いい、5か。でもあいつもほら見て、ボンビー玉。ボンビー玉。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。結構もらえるじゃん。9もらえてる。すごい。いやいや、200、2億円。ボンビー玉が多分落としたらなんかそういう、なんですごいのが起こるみたいな。なるほどね。あ、今言ったな。これさ、150枚になっちゃったじゃねえかよ。めちゃめちゃ、ありがとうございます。いらっしゃい。来た来た。あー、何が起こるんだろうか。さあ、もうどんどん入れてこう、いいよ。お、あと落とそう。あ、やばい、隣側で落とそう。落とせ落とせ。ないないない。大丈夫だよね。来たー。どうなるんだこれ。コンビナが落ちたよ。ちょっと待った。来た来た。原作だと悪いやつなんだよこいつ。ボンビー遊び。なんだ。おい、射的だと3個。来た。3。ナイス。言ったわ。やった。結構減ってんだから今。415ヒット。当たり。言ったわ今。全試合やったら。あれだ。224億円。2。来い。やった。こっちも細々と。そうだね、増やしましょう。200枚獲得だ。俺らそっちより上昇中だよ。そうだよ。頼む頼む。出たー。うわー。でっけえでっけえでっけえ。やばー、611枚。うわー、こいこい。さっき言ったからね。言うだろ、こんな。来たー、ボンビー遊び。ボンビー遊び。あー、俺たちさ、ずっと目的地泊まれて札幌でうろうろしてたんだけど、札幌だけで決算できたんだけど。もう住んでるよ、これ。ねえ。待て待て、すごい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 。6を3倍にしてほしい。イエーイ。
稼ぎすぎだろ。え、次は小田原、小田原、横浜、横浜、横浜、決戦、お出口は左側です。投入します。 OKOKOK。 あー、待って、お前は行った、おい、了解って2回行った、違う、3回だ。えっ、やったー、帰ってきたぞ。でも違うんだよ、思い出せ、帰ってきた、帰ってきただけだから。そうか、確かに、そう、ここに来て、ど真ん中同じ英語で3回言ってるか。はい、これでいいな。これでいいよな。入れ物って言ったな。でした、入れ物ボーナス。帰って帰って、いただきます。帰って帰って、すきよに行きたい俺たちは。すきよに行かないんだよ。あいつまた札幌いんの。すきよにね、そう、なんかね、すごい愛されてる。今飛行機乗ってんだよ。飛行機乗ってますね。飛行機乗るとさ、機長がご挨拶してくれるのよ。あー、はいはい、ダーマ機長ご挨拶してもらっていいですか。女と男たち、快適な空の旅へようこそ。何そのセクシーな。あー、ありがとう。マジで何としてもすすきの乗り換えないとやばい。そう、そろそろね。なんで1個で1なんだよ、全部隣なんだけど。札幌はもういいや。早く着こう、俺らもう早く着こう。ミッション、あー、よこせー、ここで1。確かんだよ、やったー、やったー、やっとすすきの着いた。すすきの着いたよ。ここに着けて30分ぐらいかかったよ。見上げね。あとね、7分来てる。ちょっと延長もあるんじゃないですか。超大いなる器当てて。いっぱい落としてると思う。0に0かけても、0なんですよ。100万よこせ、100万よこせ。少々お待ちいただきますでしょうか。まあ、大変混み合っておりますので。ない、おい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 、なくなった、銀をさらに失ったの今。引く50です。借金していいですか。来たか、ボンビー。うわー、500の借金です。でもさ、よく買う。いや、とりあえずあと500。おい、100万じゃねえかよ。分かった、そうするか。そうしよう、なんとしても疲れると俺たちが。でも目的地つかなかったらさ、レベル0枚にならん。あと俺言ったわ今。おい、なくなったじゃねえよ。いや、あるぞ、まだあるぞ、まだあるぞ。2ゴー、イエーイ、イエス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 、なん、お待たせ、静岡大放出しよう。うん、かっこん、かっこん。ボンビ玉出たでしょ。ボンビ玉落とすまでちょっと俺たちももう動かしてよ。あれでしょ、残念ながら貧乏神偉大な器は手に入りませんでした。悔しい。いや、惜しかったな。よし、これが本当の最後だ。あいつ、俺の敵地2回ついてね。あいつがこそこそ俺らにかこつけて勝手に目的たどり着いてんだけど。借金してるとこうなるんだよ。何も言えねえわ。見届けよ、見届けよ。本当の最後だ、本当の最後。これ大事だ、最後。目的地到着。終わるんかい、終わるんかい、サイ下手すぎるんだよ。なんでこう最後にいい物件手に入れちゃうかな。よし、これでおしまいだ。
あ、サイコロボタンを押してください。じゃあこれ2出せんじゃな。2出てた。よっしゃ、終わりで。最後の目的地だよ。ツボにはまっとる。何かあるんじゃないか。これマジで沼だ。沼だ。いや俺たち最後に物件があるから。いや物件とボンビ玉あるから。物件とボンビ玉までやらせれんの。ボンビ玉マジでいいの。大いなる器見たくない。ね、よし応援じゃん。違うのさ、236だといいんじゃない。236で236。サイコロボタンを押してください。6です。ダメか。3と2押してください。4です。ここで3と2出すことは絶対条件。サイコロボタンを押してください。3です。これあるぞ。物語が同時に押そう。2を出せばマジになるぞ。手震えてる。よし、じゃあ終わりますか。はい、やっと終わります、はい、OK。 え、なにいい、もういいよ、終わろう、はい、せーの、終了。やっとラストを迎えた。こんだけ当たるってことだね、これがね。すいませんでした。俺らが一生懸命物語を終わらせようとしてるのに隣に進むんだ。ね、それはそうだよな。もっと次いいのあるから、いいのあるからって言うけど、それ運転の自分だから。これがやっぱ止まらない限りさ。そうだな。まあなんかボタンも止まんなかったけど。そうだね。なんかずっと横で押してるの見えたから。じゃあ最後にメダルの枚数発表していきたいと思います。はい。こっちのチームからいきましょう。合計メダル472枚。おお。ですが。500枚借金をしているのでマイナス28枚。こちらのチーム何枚ですか。こちらのチームは196枚。素晴らしい。最後の超大当たりの連チャンでマイナス500から一気に戻ってきたもんですね。1時間ぐらいマイナス生活してる。そう、それが取り返したっていうのはかなりすごい。でかい。ですが今回の勝負まさにダーマチームの勝利。ありがとうございます。めっちゃ面白かったよね。超面白かった。いや大丈夫だったらもっとやりたいから、ね、やりたい。多分さ英語言ってなかったらこれ勝つかもしれないもん、ね、そう全然あったわね。え、うん、適当に喋らせて英語出したりめっちゃ面白い。桃鉄ね、今度は英語なしでやりたいと思います。いややりたい。モーリーファンタジーさんとかで遊べるのぜひ遊んでみてください。遊んでみてください。チャンネル登録グッドボタンお願いします。せーの、アビュー。ありがとうございます。動画見てくれてありがとう。セカンダリー、ツイッター、インスタグラム、おすすめ動画ここにありけり。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。よせ。まずいよ。今年の漢字はダイヤモンド。1000万人目指そう。